礎講座受講中の方へ、年末に模試を受けよう。皆さんこんにちは。レク専任講師の森山です。基礎講座受講中の方、春あるいはその前の秋のところから勉強して、今まだ講座の途中だと思うんですね。で、1回で受かるためにこの年末に模擬テストを受けよう、このようなお話をさせていただければと思います。皆さんの中にはまだ講座の途中だよ、どうせ直前期には当連があるではないか、なんでこの時期に慌てて模擬テストを受けなければいけないんだというふうに思う方も多くいらっしゃると思います。この年末の時期に模擬テストを受けるということが、1回で合格するための大きな弾みということになります。その理由、これをこの動画ではお話をしていきたいと思います。まず年末に模試を受ける大きな理由、年末に模擬テストを受けるべき理由、これについてお話をしていきますが、一つは学習目標とすることができる、これが挙げられます。皆さんは本試験に向けて一生懸命勉強していると思いますが、その目標が本試験ということであれば、まだだいぶ遠いなってイメージがあると思います。例えば中学校とかで中間テストとか期末テストの前の日とか3日前とかであれば、もう本当にテストが近いですから一生懸命勉強すると思います。で、目標っていうのは近くにあれば大きな、やはりこう今勉強するモチベーションになるわけですね。ですからこの年末のところに向けて勉強する、年末で得点を取れるために勉強するということが、今勉強する大きなモチベーションということになります。ですから本試験に向けて一生懸命勉強しているつもりではあるかもしれないけど、年末に向けて勉強するということで、より勉強時間が増えたりだとか集中力が増えたりすることが多いわけですね。ですからこの年末というものを一つの目標にして、今頑張って勉強していくということが、今の勉強のですね、成果を上げるために必要なことになるし、またこの時期に直前期みたいな生活を少し体験することで、直前期も本当にこういうふうに勉強すればいいんだなということがシミュレーションできることが一つ挙げられます。2つ目、今までの学習の状況を確認することができます。皆さんは今まで講師の言うことを聞いて復習をしてくださいとか過去問解いてくださいみたいな勉強をしていたと思うんですが、でも実際にそれが得点につながっているのかといったことはまだまだ未知数だと思うんですね。本試験のような未知の問題を解いてしっかり点数が取れるのかということはあまり確認をしておりません。ですからこの模擬テストを受けることによって、今までの勉強が正しかったのか、きちんと今まで勉強していることが身についているのかということを確認することができます。で、もしそれでここはできてないことが多かったな、思うようにできてないなというふうに考えたのであれば、丸さん、これからの指針を決定していく必要があるわけです。もしここで思うような成果が出て、やったこと全部できてるじゃんって言ったら自信になるし、できてないって言ったならば落ち込む必要はありません。じゃあこれからどうすればいいのか、暗記の時間が足りなかったねとか、ひな型がまだしっかり確認できてなかったね、本試験できちんと期日問題を時間ない中で解くためにはこうやってですね、ひな型をもっともっとしっかり精度を高めて覚えていかなければいけなかったんだ、こういうことをですね確認して、これからの勉強のですね指針、これを決定することができます。場合によっては軌道修正をしていったり、あるいはそうでなくても、じゃあこれが必要だったななんていうふうにやるべきことを決定していったりなんてことをすることができる、これが年末模試なんですね。直前期よりこの時期に軌道修正することによって、これが本試験に向けての修正ということにつながっていくわけです。まだまだこの時期であれば軌道修正しても全然遅いことではありません。で、本試験のですね模擬体験、これをすることができます。先ほども少しお話をしましたが、皆さんはまだ本試験型の問題というのは解いたことがないわけですよね。で、やはりゴールを認識して勉強していくということが重要で、そんなのはもうこの司法書士の勉強する時のガイダンスなんかで散々聞いてると思うんですよ。ゴールを見据えて勉強しましょうみたいな。ただ本当に皆さんゴール見据えてますか？本試験の予行練習とかしたことありますか？というと、なかなかそういう方もいらっしゃらないというふうに思うんですね。ですから年末のこの時期に模擬体験、本試験の模擬体験をすることによって、期日と択一がセットになることによって、択一で疲れた頭のまま起立に行くからこういうことが必要なんだなとか、あるいは択一をしっかり時間縮めないと起立のところに時間取れないんだなとか、こんだけ問題が続くとこういうケアレスミスが起こるんだなとかで、慌てた状態であればもっともっと記憶の精度を高めなければ力を発揮できないんだなとか、そういうことって初めてわかるんですね。だったらこういう力をもっと、つけなきゃとか、知識以外で必要なことを把握することができるわけです。例えば時間がない中で、例えば解くためには選択肢を全部読んでる時間ないな、じゃあ分かる選択肢と分からない選択肢、分からない選択肢より分かる選択肢の知識の精度を高めなければいけないなとか、いろいろ把握することができるんですね。こういうことで年末に模試を受けることによって年明けからの勉強にも弾みがつくということになるわけです。年末に関しては、この年内に関しては年末の模試に向けて勉強することができる。で、年末の模試を受けて本試験の予行練習ができる。で、そこから先の軌道修正で年明けのですね、勉強法を確立することができる。こういうふうなメリットがあるわけです。ではレックのところでも実は年末に模試があります。主要4科目実力診断模試というような模試がありますから、年末模試を受けようと思ったらぜひこちらの模擬テストの方を使っていただければと思います。皆さんの中にはまだ主要科目なんです、まだ商業登記の講義がやってるんです、あるいはまだ会社法の講義なんです。年末やっと商業登記の講義が終わって復習がいっぱいいっぱいになって、まだマイナー科目まで講義がされていませんという方もいると思います。安心してください。この模試に関しては出題範囲は主要4科目ということになりますから、民事訴訟法とか民事執行法、それから憲法刑法ですね、供託押収訴訟、そのような科目については出題されません。皆さんがこれまで講義を受けた民法、不動産登記法、商法、会社法、それから商業登記法についての出題ということになります。ですからまだ会社法やってるよって方も多いと思うんですが、年内ですね、商業登記まで講義が進むと思うんです。多くの講座では年内のところで商業登記まで講義が進むはずですので、そこまでの出題といった範囲になっております。安心して受験することができます。皆さんの中には、いやまだ商業登記の最後のところまで、講義が配信されないかもしれない、商業登記の最後のところまで復習できないかもしれないというふうに思って、だったら受け控えようというふうに思うかもしれませんが、その必要はありません。これ本試験ではありませんので、多少まだやってないところがあったってやってるところについては力試しになるし、そのですね、最後の商業登記の例えば最後にやるような分野、持ち分会社の登記だとか、そういうところがやってなくてもほとんどの問題はもう勉強した範囲になるはずですので、そういうですね、細かいところについてはあまり気にしなくて大丈夫です。とにかく択一についてはこの主要4科目これが出題されますから、基礎講座のペースにぴったりですよということになります。期日も2台出題されます。不動産登記を1台、それから商業登記法1台ということになります。時間制約の中で期日を解く体験、これも普段あまりできてないと思います。講義に合わせて問題を解く、この問題解いてきてくださいねって基礎的な問題解いたりだとかいうことはあるかもしれませんが、択一とセットで期日を解くこの練習も必要になるし、こういうゴールを見据えることによってこれからの勉強というものがゴールに向けて勉強することができるようになりますから、是非これも体験していただきたいというふうに思うんです。それからレック自慢の実力チェックにふさわしい良問、これが出題されます。本試験レベルの本試験に向けた必須問題、こういうものが出題されますから、この基礎力チェックですね、これにぴったりです。これが取れるようであれば本試験で点数が取れるし、そういうふうなですね、チェックにぴったりです。ですからもうレック制に関しても当然受験してほしいし、他校の受験生なんかも道場破りみたいな形でぜひ受験してほしいんですね。答練や模擬テストに関しては自分の行ってる予備校、自分の行ってる学校以外の学校についても経験をするというのは非常に有効な対策ということになります。例えばある学校で基礎講義を受けていて、その学校の模擬テストを受ける、そうすると当然それは連動してますから、重要なところが講義されてその部分についてテストに出るよということで、当然点数が取れて当たり前みたいな感じになってくるわけです。実はそうでもなくて、本当にこう取れれば実力はあるんですが、ただ例えば A 予備校で講義を受けて B 予備校のところでしっかり点数取れれば、これは明らかに自信がつきますよね。ですからいろんな予備校の傾向というものは予備校ごとにありますから、是非レック以外で勉強されている方もこの主要4科目実力診断模試、これを受験するメリットというのは非常に大きいかなというふうに思います。是非ご検討いただければと思います。スケジュールになります。年末模試と言ってるぐらいですから、年末にあります12月25日の土曜日、12月26日の日曜日、2日間かけて行われます。詳しい日程等は各本校のスケジュールを確認していただきたいというふうに思います。レックの全国の各本校で受験することができますが、ぜひそのあたりはですね、インターネットあるいはパンフレットなどを使ってスケジュール、各本校のスケジュールを確認していただきたいというふうに思います。ではぜひこの年末模試を利用してですね、年内の勉強、それから年明けの勉強の方に生かしていただければと思います。